前回は主語と述語、就職語と非就職語という関係をやりました。今日はその次、返り点を使うような関係を見ていきましょう。では文を書きます。このままだと立志というふうに読みます。日本語だと志を立つなんていうふうに読みます。ここで気がつくと思いますけど、漢字の順番が違っています。今までは漢文でも日本語の文でも漢字の順番が一緒でしたけれども、今回は漢字の順番が違っています。ではどういうふうに読めばいいんでしょうか。志という漢字が1番目、立つという字が2番目です。ですからこちらも漢文では1、2というふうに下にある志という字を先に読まなくてはいけません。こういう時に使うのが返り点と呼ばれるものでした。ではどんな返り点を使うのか、ここではレ点というのを使います。レ点というのは下の字から上の字に返って読む時に使います。こんな感じです。このように2つ字が並んでいて、下の字を先に、上の字を後に読みたいというときに、ここにレ点というのを書くことによって1文字上に返って読むということになります。ですので立志と書かれているこの部分ですね、この立志という部分はレ点をつけることによって下を先に読むわけです。では送り仮名をこういうふうにつけてあげます。こうすることで読むことができるわけですね。では今度は先に返り点のついた漢文を書いてみます。昇る龍門です。こういうふうに送り仮名がついていて、で今度はこういうふうに返り点がついていたとします。ではこれはどんなふうに読んでいけばいいのか、この文を読みますと、書き下し文にしますとこういうふうになります。龍門に昇るです。そうしますと書き下し文にしたときに出てくる漢字の順番は龍門昇るです。これを元の漢文に当てはめてみますと龍門昇るです。ここで気がつくのは、さっきの1と2という部分ですけども、さっき1と2というのはここからここ、つまり1文字しか返っていなかったのに対して、今度は龍門に昇るというふうに見ていきますと、今度は2文字返っていることになるわけです。このように2文字以上上に返るとき、戻るときに使うのがここに出てくる1、2点ということです。1、2ということですね。この1、2点というものは、今回こう漢字がですね、こんな順番で出てきていると。で、こういう順番で読みたいというときに使います。例えば1、2というふうにつけます。この2という2番目に読む字に1点がついていて、3ですね、3番目に読む字に2点がついています。こうなっていると1点がついている字を読んだら、その次に2点をつけた字を読むという流れになります。ではここで今や紹介した返り点、レ点と1、2点を使って一つ練習をしてみたいと思います。今から文を一つ書きますね。はい、こういう文です。はい、書きました。ちなみに送り仮名はカタカナで書かれていますが、ひらがなで書かれている部分ですね、これ。このひらがなで書かれている部分は、この漢字を何と読むかという読み仮名です。さて、ここでは読みというよりもですね、読む順番を答えてください。上から順番にどういう順番で読んでいけばいいかということですね。まず漢文は上から順番に読んでいきますから、上から順番にいきます。1、2、さあこの次はどこから読んでいくのかということです。ここでレ点が2つついていますね。こことここについています。ではこの
レテンをですね使って読んでいくんですけど、ここにレテンがついている、レテンがここについているっていうことは下にある字を先に読んで上に行きますので、ここはこういう順番になります。同じようにここにもレテンがついていますから、ここではこういうふうに読みます。さあそうしますと、リですね、一つ目のリがあってカにあって、で次これ読みたいんだけども、ここにレテンがありますから先にこっち正しいっていう字を読みたい。でも正しいっていう字もレテンがついているは先に下、この冠という字から読んでいきます。冠を、そして一個上に戻って正す、そしてもう一個戻ってつという順番になります。読む順番としては 1,2,5,4,3 というふうになるわけですね。はい、この返り点を使って読む練習というのはこれからもたくさん出てきます。さあところでですね、今回の文の構造はどんなふうになっていたのかということですね。じゃあちょっと見てみましょう。はい、下から上に返って読んでいます。で、書き下し文見てみますと、志を立つ、龍門に登るというふうになっています。ここで言う立つとか登るというのが述語ですね。文の中の動作を表す語ですから述語になるわけです。じゃあ志を、龍門に、こういったものはですね、述語を詳しく説明するために述語の後ろに置かれているものです。志をというのは目的語と言います。そして龍門にという部分ですね、この部分を保護というふうに呼びます。英語にも同じような呼び方をするものがありました。文は主語と述語がメインとなって作られていますけれども、ですがそれだけではわからない部分を詳しく説明します。そのために使われるのが目的語であったり保護というものなんですね。この部分、漢文と日本語では読む順番が違っていますので、その部分を何とかして日本語と同じ順番にすると、そのために作られたのがここでいう返り点というものになるわけです。さあ、ということで返り点を使った文の構造をここで説明しました。では最後に先ほど出てきた目的語と保護について簡単に説明して終わりたいと思います。目的語というのは、これは目的語というのはですね、動作の目的となる言葉のことを指します。動作の目的あるいは対象なんていうふうにも言います。はい、では先ほどの例文を使って見てみたいと思います。立志という文がありました。こんなふうになってましたね。でここで、立つというのが述語なんだけれども、じゃあ一体何を立つんだという部分ですね。この志という部分が何をというのに当たるわけです。その何をというのを詳しく説明するのが目的語ということになるわけですね。で同じように先ほどもう一つの文、龍門に登るというのがありました。こちらは、こういう文になっていましたけれども、登るの部分が述語です。で一体じゃあ何に登るのかということですね。それを補足しているわけです。ですから補足する語ということで保護というふうになるわけですね。あ、順番が逆になっちゃったんですね。保護というのは述語を補足する語であると。まあ、目的語と保護、基本的というか簡単な覚え方としては、目的語っていうのは何々をというふうになっていると、こういうふうにをがついている、をが送り仮名としてついているのが目的語。保護はですね、を以外、例えば何々にとか何々と
なんていうのが送り仮名としてついている場合、これを保護というふうに呼ぶわけです。では以上で説明を終わります。